ネオベナトルはアロサウルス上下の獣脚類恐竜の属の一つである。イギリス、ワイト島で発見されて以来、最もよく知られているヨーロッパの大型肉食恐竜の一つとなっている。最初はメガロサウルス属の新種と考えられていた。体長は約7.5メートル、華奢な体格で体重は1000から2000キログラムと推定されている。 体長10メートル以上であったことを示す化石も発見されているが非常に断片的である。白秋前期、バーレム期に生息していた。復元図大きさの推定と人との比較タイプ種の最初の化石は1978年にわいと、島南西部の海岸にあるウェセックス層の様々な植物を含む粘土岩と泥灰岩の層から発見された。 ずっと後の1989年になってこの標本の他の骨が発見された。スティーブ・ハット博士によって発掘され、ハットのチームは今までに骨格の70%を発掘している。1996年にスティーブ・ハット、マーティル及びバーカーにより記載された当時、ネオベナトルはヨーロッパから唯一知られているアロザウルス科の属と考えられた。しかし、 その後の研究では、アロサウルス類の進歩的な分類群であるカルカロドントサウルス化とより共通点があり、ベンソン、カラーノ及びブルーステにによる2010年の研究などでは、カルカロドントサウルス化と実際に近縁であると呼ばれる分類群を形成することが示されているが、実際にはさらにメガラプトル類により近縁で、共にネオベナトル化を形成する。ネオベナトルの化石は、 最初20世紀には糸島で発見された。白秋前期にバリオニクス、ポラカントス、イグアノドンなどと共に生息しており、当時は捕食者の頂点の一つであった。ニオベネーターセイルリーのホロタイプには多数の病状がある。中ほどのオシいの融合、中ほどのオシいの横突起の骨折が治癒した後、死骨を犯す骨格、腹肋骨の骨折の治癒した後、 複数の偽関節症の痕跡および肩甲骨の骨折などが挙げられている。ありがとうございます。